ルコフ市民の皆さん。やったー、久々の出番だー。妹様が出るたび毎回それ言ってません。そもそもこのチャンネル、メインがサバイバルだから FPS 限定のフランは出番あんまないよね。私たちですらテラリアないと危ういですもんね。今回は気が向いたから久々のタルコフ動画。 PMC との打ち合いを望んでる人はブラウザバック。打ち合いないよ、そんなの。ちなみに左上のレイドシャープ1はこの動画内でってことですね。それじゃ早速激戦区の医療品置き場に号。打ち合いレベル0のお姉様が激戦区に。私以外に4人もいれば、打ち合いから逃げることは造作もない。最低最悪なタルコフプレイヤーですね。まあまだフリマ解放前だからね。装備がそもそも絶望的に弱い。それでここから左にスカブがいるらしい。スカブキルタスク狙いでレッツゴー。スカブは基本 NP の敵ですね。久々のタルコフ動画だし、若干の解説もするつもりだよ。タスクは要するにクエスト。このマップでスカブを殺すミッションがある。タルコフはデスしたら持ち込んだアイテムを失ってしまうので、NPC 相手でも慎重な立ち回りが重要ですね。やばいやばい、この距離は無理無理。慎重な立ち回りね。あーごめんなさい、誰か助けて。待って、これ今どういう状況？とんでもない方法でこっち向こうとしたわね。どういう後ろの振り返り方ですか？この距離絶対に VP を当てられないし。遠くから UK が助けてくれたね。マジでめっちゃ焦った。このチャンネルのタルコフ動画は、こういう動画となっております。ネタクリップ祭りのタルコフ動画。ガチプレイが見たかった人はブラウザバック推奨。今のクリップで、新規の人の80割がいなくなったところで続けていこうか。80% の間違いじゃなくて、80% でも十分多いですよ。それじゃこの地下に UK が用事あるから、まあ誰もいないだろうけど一応 OK。全然普通に人いましたね。おいバカ UK どかないと殺す。動画班に退路塞がれてる。ですが UK さんはここに用があって、でもここの中には人がいます。どうします？そんなんどうするかなんて決まってるでしょ。それでは私たちのプレイを8倍速でお送りいたします。これで既存の視聴者の人も登録解除した。解除はしないでください、お願いします。むしろ皆さんチャンネル登録お願いします。こんなプレイで登録者の方増えますかね。なんか画面の方 UK に打たれてない？ UK は味方殺し常習犯だから仕方ない。そして10分以上の時が流れた。ガン待ちしすぎじゃないですか。クラブすら持ってないからね、仕方ないね。そろそろ覚悟を決めて突撃するわ。最初っからそうした方が良かった説。ただお嬢様とモノポテさんは単発武器なので SMG 持ちの UK さんが前ですね。 UK がここにタスクあるのに全然見えない。決め打ち決めに行こうか。おお突撃ってあれ？もうすでにこの敵さん倒れてますね。しかもこれプレイヤースカブっぽい。プレイヤースカブ？中身がプレイヤーのスカブミョンね。P スカブ相手にずっとガン待ちしてたの？だって PMC かわからなかったし。 PMC、 自分の好きな装備を持ち込める代わりに、死んだらロストするメインモードミョンね。なんだったんですかこの時間。リスクを最小限に減らす。これが EFT のコツ。タルコフヌーブが何言ってんの。今回は無限盛り編。さっきから左上ずっとウッズですもんね。もはやメンバートレード数だけでいいんじゃない？どうせ大体がウッズの動画だからね。スカブが死んでたけど、あさられてるっぽい。さっきから進行方向に味方いるんだけど、絶望的なコミュニケーションですね。待ってこの銃何があったの？マガジン浮いてるんだけど、あれ？また私何かやっちゃいました。バグを起こすでおなじみのチャンネルですからね。だいぶ前に味方が透明化するバグもあったしね。それに比べたらこの程度バグでもなんでもないか。基準がおかしくなってませんか？そしたらレイドから帰ってきたし、プリセットで銃のカスタムしていこうか。ここで銃のアタッチメントとかをつけれる。なんかあるんだけど、謎のアイテムが中央にありますね。今シーズン私、まだタルコフあんまやってないよ。それなのにこのバグのようである。さすがバグ系チャンネルは一味違いますね。これマジで真ん中にあるの何？わかる方いたらコメントお願いします。とりあえずあのバグはなんとかなったから、カスタムに来た。あの程度のバグじゃ私は動じないわよ。さすが踏んできた場数が違いますね。脱出もできるし、勝利のエナドリ。カスタムはウッズに比べてマジで怖いからね。最初のタスクがカスタム限定じゃなくなったのはマジで英断。このマップは異様なぐらい戦闘が激しいですからね。間違いなく初心者に活かせるべきじゃないです。あれ？さっきのエナドリまだ残ってるわね。まあ使わないしここで飲んじゃおう。待ってこのエナドリ飲んだよね。消費したはずのエナドリ残ってない。なんなら無限に使えるし、しっかり水分ゲージも回復するんだけど、これ完全にアウトなバグでは？バグというかもはやグリッチでしょ。やばい最強の食料ゲットしたかも。ゲームバランスを崩壊するバグ。いやこれマジでどうしたらなくなるの？本当に無限に使えてますよね。これ普通にアウトじゃない？まあこれでゲットしたわけじゃないし。だとしてもこれで使ったらアウトです。この動画が原因で赤番ってマジ？と思ったらエラー出た。さすがにエラーで消されましたね。それでまたフルパレード。無限エナドリ持ってきてないよね。さっきのエラーで消えちゃったから。消えちゃった、ですか。今回もタスクだけど、序盤のタスク地味。フリマ解放してからが本番ですからね。まあフリマ解放後はもっと動画上げたいね。まあ FPS の動画自体あんま上げないからなんとも。ライベータ、ちょっとここの箱見て。ここのまさか？別に私欲しいものないけど。強いて言うならガスアナライザーとフラッシュドライブ。ダルコフで最初にみんなが欲しいアイテムですね。アタッチメントと。って待って、この形は。RFB だー。うるさいし FPS 動画はあんたの担当じゃないでしょ。ざっくり説明すると RFB は、霊夢さんの最推しの武器ですね。なんでわざわざ EFT 動画にまで来たの？ RFB ありしところに私あり。私の推しはドルフロってゲームの擬人化 RFB。可愛いし可愛いし何よりちょっと。これに毎回付き合ってるマリサは大変だな。ダルコフ最強の銃も RFB って聞いた。わざっとで調べた情報かな。霊夢さんのこれ、何が恐ろしいって、このセリフ毎回考えてるところですよね。使い回しなんて RFB に対して失礼だから。それでこのレイドは私含めて5人できた。そして近くに4人しか出れない脱出地点がある。1人出れないし、遠回りで帰るしかないね。これはトロッコ問題と同じよ。全員助かる道があるはずですけど、1人の犠牲で4人が助かる。発想の源が狂ってる。この車にお金を渡せば脱出できますね。これで4人が脱出できる。ちなみに、5人以上いたらどういう理由で選ばれるかは不明らしい。そもそもまともな人は5パで車両脱出使わないからね。こび売るためにずっと近くへ用かな。そして脱出まで5秒ですが、お姉様が残れば一番面白いのに。それは同じこと私も思った。果たして結果は？私は脱出成功。そして、リーズが脱出できなかったらしい。じゃああとは頑張ってソロで脱出してね。思いやりの心ゼロのタルコフですか？それじゃあ久々の EFT 動画はこの辺で、FPS 系は本当に気が向いたらたまにあげるので、また上がったら良ければ見ていってください。今シーズンはネタ系タルコフ動画を多めに出したい。今回もだいぶネタ系だったけど。それでは今回はこの辺りで、次の私の出番は何ヶ月後かな？それではご視聴ありがとうございました。